また会えたね、鬼太郎。ネズミが敵として出てきたのか。ロンロン、好き立ちするよ。まあみんなで楽しくやろうじゃないか。へへ、鬼太郎。お前ネズミ男じゃないか。生きておったようじゃな。この子は可愛いね。あんまり可愛いんでドラキュラのところからもらってきたんだよ。モテモテだな。モテ期入ったな。とほほ、芋の皮むきの次はばあさんと一緒に鬼太郎の相手かよ。これ以上こいつらに付き合っててもいいことねえな。こうなったらずらかるか。お悪いな、ロンロン。俺はこれで失礼させてもらうぜ。ドローンさせてもらうからな。え、何を言ってんだい。世話になったな、アバよ。お、消えた。あれ、逃げちゃいましたよ。わしはもう知らん。放っておけ。おお、ちょっと待って、よし、じゃあどこに誰が来たんだ。これがロンロン容器100。うん、これ結構移動力あるやつなんだよな。移動力5で、ここにジミーにミイラがいるのと、あ、向こうに3体いるのか。こっちに、うん、なるほどね。 OK で、残り8、9、10。よし、頑張ろう。3ターンで3体。1ターンにつき1体か。そうか、よくな、野球観戦とか行くとね、なんか3点差とか行くとね、残りイニング数で割ったりとかして、残り何イニングで何点取ればいいとかよく計算しましたよ。よし、新人ちゃん、これはもうクラッとみよう。やって、大丈夫だろう。歯食いしばって頑張るんだ。お、結構食らったな。もらったものはちゃんと返すよ。そうだ、オッケー。そんな、どうだ、どうだっていうかやれるような。37ぐらいだったら、よしよしよし、サンキュー。ナイスナイス、カワウソレベルアップ。んで、ずっこけ3人組、ずっこけ3人組来たぞ。こっちは何、一人ぼっちのロンリーナイト。よし、頑張ろう。ターン数はきついけどもうちょいだ。動けるなあ。よっしゃ、味方行動開始、行くぜ。そうしたら、新人ちゃん大丈夫？半分持ってかれたな。でも火炎使えるようになったな。よし、こっからだよな、お前がスパークするのは。よし、じゃあこいつらはちょっともうともかく、早いとこもう今8ターン目だからな。うん、ロンロンは来ちゃうのかな。まあちょっと気にしてらんないな。やろう、あいつをやろう。あ、でも猫娘119まで来てんだ。もうちょいで乱れ引っ掛けも使えるようになるんだ。キトロが125いった。ちゃんちゃんこ使えるで、うわ、こっちから来てんな。じゃあ悪いな、かさばげ、あいつがこれ以上こっちに入ってこないように遠方からよろしくよ。
っと待って、うん、これでいいや。あ、でもどうせやるんだったらちょっと良い位置からやるか。まあ贅沢ってやんないな。よろしくお願いします。よっしゃ、ナイス、568経験値1、すげえな。何これ、感想でも起こしてんの。よし、で、カワウソちゃん、火炎倒してくれ。うん、できるよな、頑張れ。燃えるんだ、燃えろ、ゆけメガネファイヤー。 うやー、おっしゃ、ナイスカワウソ、さすが KK コンビ。よし、レベルアップ。怖いのがこれ、クチンクチンロンロンの動き。5でしょ、1、2、3、4。あ、まだ大丈夫だな。よっしゃ、じゃあこれを倒そう。3700、鬼太郎でやるべか、ツンツン子で。その前にちょっと、あ、そこ倒したからいけるんだ。 28%、 うん、つん 28%、 無駄に食らうぐらいだったら使っとくか、アイテム。ツンツン子で一撃でいけるんだったらそれでいいんだけどな。なんか感覚的には猫娘と鬼太郎二人で行かないとやれないんじゃないかって気もしてるんで。795でしょ、だから800の、今マックス、鬼太郎のマックス霊力が281でしょ、だから3発いけるんだよな、重点が。だから 800×2400、なんでね、結局2人がかり一発じゃ倒せないんだよな、この1回で。じゃあ分業だ、分業。あ、ホラーガイっていうのもあるんだ。あ、こっちの方がいいな。よし、猫ちゃんお願いします、頑張れ。食らったら後ろから鬼太郎がサポートしますんで、覚悟しなさいよ。猫ちわん、どうだ、おお2000、よし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 、えらい。うわー、なんか来る、強そうなのが来る。おっしゃ、かわした、さすが信頼猫。オッケーオッケー、残り1700、みんな頑張るな、これが俺たちの団結力。残り1700、いけんじゃない、なんとかしてやれない、鬼太郎。残りちょっとだぞ、なんとかしてやれないか、これ1700やれないか。いや、しょうがないな、遠いとこからちょこっとだけ削ってくれ。じゃあ、うん、お願いします。
お、300いった。よし、えらい。次、ここの4人だよな。だから、お、マップ日和だな。これはマップ日和じゃな。マップ日和ってなんだよ。マップ日和になりましたね。石化落下。おお、こいつはマップ日和だ。お願いします、実様。しゅい。ぬぬぬぬぬ。結構容器溜まってるから行くんじゃない？おーし、500。400。防御できた。200。うん。そしてレベルアップ。ナイス、ジジイ。カタキラオア。カタキラオアも、マップできんだよな。これ、巻き込んどく？あんま、ちょっと待って、調子に乗る、調子乗らないもんやな。これがいるもんな。1から4、1、2、3、1、2、3、4。実様は大丈夫なんだ。で、実様の体力もちょっとやばいから、誰か一旦木綿あたりをちょっと回復に向かわせないといけないな。そうだよな。なんで、分かった。ここ。んで、一人倒そう。うん、お願いします。OBB。うやー。よし、ありがとう。お、なんか良さげなものを手に入れたぞ。そしてレベルアップ。よし、もめんさん、ちょっとちょっくらそこに行っておじいさん回復してやって。うん、薬草でいいと思う。いや、一気にあげよう。500。ありがとよ。どういたしまして。よし、で、カタキラーはカタキラオは微妙に食らってんだよな。この微妙に食らってんのがちょっと気になるから、あげるよ。優しくしてあげるよ、新入りには。薬草。よし、残り8ターン。んー、いけるか。いける、いける、いけると信じればいける。よし、頑張ろう。よし、猫娘は余力あるからな。 36% やろう、反撃。3割毒部か。でもおー、かわした。すげえな。よくまたよ、狙ってね。よっしゃ、やったれ。カウンターパンチ、クロスカウンター。よし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 、こっちは食らってないけどね。猫娘も頑張るね。あれかな、鬼太郎補正。そばに鬼太郎がいるから、見つめられてるから頑張れるみたいな。防御だな。確か皆さんからのコメントでね、その程度かいの、何でしたっけ、ユニット同士がこう接触、近くにいることで何かが影響があるんじゃないかっていうことをね、なんかコメントで書いてくださってた方がいて、実際ちょっとどうなのか分かんないんですけど、いろいろ想像しながら遊ぶっていうのも面白いですよね。やりおるな。よし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 、偉い。
後でガツンといったもめんが、一旦もめんさんがマップ兵器をもめん切りをやりますんで、そこそしてロンロン、うわ動けんな、よしブエル待ってろよ、すぐ叩いてやるぞ。よし9ターン目入ったか、9ターン目だな、よっしゃ。じゃあとりあえずこれなんだっけ、3700万だよな、だからうわ霊力ねえな、カツカツだな。でもカタキラウアなら最大で1400いけるんだよな。よしとりあえずやっつけたいなこいつら。もめん切り、こっちお願いします。ディアー、よけー、燃え尽きるほどヒートやっちゃえ。そんな、よし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 、うわよし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 、えらい。んでどうしようか、これが一番コストかかんないんだな。うん、分かった。カタキラウアでコナキッキーの霊力を回復してあげて、でコナキッキーがこのターンでマックスでやる、で次のターンカタキラウアもそこに加勢するっていう、その手入れで、とりあえず OBB はこの2体を倒すと。ツボで、笑いのツボ、当たれ、頑張れ。もうダメだ。ナイス、サンキュー OBB。 そんな、あ防御してきた、まあ、しゃあないな。よし、どんぐらいやと200か、まあ大丈夫だ。道具200、うん迷うな。カタキラオエちゃん1440、どんな問題、 49%。 うん、あのさっきお店で買ったなんちゃらの実のっていうのもなあるし、あれを使ってあげるっていうの手だけど、反撃メインで待つか、じゃあここで。っていうのもちょっとね、やっぱ粉木の体力少なすぎだわこれ。だからちょっと今何たんだ、9でしょ、で10で次で叩こうあいつを、この3人で。うん、そうしようか。だから、粉キッキーはそういうことだから、マップ兵器で入る、こいつもついでにマップ兵器の餌食にするみたいなね。これで入ったよな。よし、これで倒して。処理。与えつつ倒す。一石二鳥。よし、ナイス削り。200でもでかいよ。やられた。た、よしよしよし。ありがとうよ。お、身代わり人形。よっしゃ。
882。で、カタキラウはここに置いとこう。なんか使ってあげるかな。新入りには優しいよ、うち。1回で回避率 30% アップ。これで十分だよな。これで十分だよな。 30% されたら 19% だもんな。いけるよな。よし、使ってあげよう。気前よく。隠れ蓑の灰。いいね、なんか筋肉マンの当たる兄さんの灰みたいな。よし、回避率アップ。いいね。普段絶対使わなかった、これまで絶対使わってこなかったアイテムがここで使われる。よし、ロンロン気になるな、これ。でも残り1032だからいけるよな。なんで、どっちかでロンロン倒、ロンロンじゃないや、あれを倒して、で、もう片方がロンロン討伐に当たろう。なんで、まあ、ロンロンの射程が2から4。最大2から4。いいな。いい餌がいたな。よし。それは笠原家に任せよう。うん。じゃあ、キタちゃん。キタロードン。やっつけて。攻撃。マカ。これ1から2か。1から2の範囲に近づいちゃうとロンロンに背中取られちゃうんだな。ここ来るか。じゃあまあしょうがないな。分かった、遠慮しない。いける。うん、いけなかったらもうしょうがない、猫娘がサポートする。頑張れ、キタロ。それ行け。お願いします。残したか。うん、しょうがない、しょうがない、強敵だもんな。残り200、それを猫娘がしっかり倒そう。あ、ホラガイ。そうだよな、ホラガイで両方っていうの手だな。うん、いいね、いいね。ちょっと次ロンロンに背中取られちゃうけど、よし、ホラガイだ。お願いします。ムッシュメ。ナイス。そして、そんな。おお、882。やるね。よっしゃ。次、ロンロン討伐。貴様よくも前のマップで雷攻撃食らわしてくれたな。防御か。もうしょうがないよな。うん、やろう。燃えちまえ、燃えちまえ。燃やせコスモ。よし、1300、えらい。で、シンズウィン
じゃないや、カワウソくんは反撃の火炎でやっつけようか。なんでそれに備えるべく、ちょっと待って、回避率はちなみに 85%。 絶対当たんな、絶対当たんな。そしたら分かった、分かったよ新人、お前には特別なおまじないをかけてあげるよ、隠れ身の。誰もお前のことを今見えてないぞ。よし、こんな感じかな。面白いなぁ、使ったことないアイテム使うなんて。よし、9ターン目終了。次でボンボンだな、次でボンボンだよ、ボンボン。いけるか、諦めないぞ俺たちは最後まで。あ、やれない、もどかしいな、やれないか。頑張ろう最後まで、俺たちは絶対諦めない。よしよしよし、娘、うん、やっとこう。どりゃ、もうないんだもん、最後のターンだもん。こっちの番なんだから。チームプレー、最後まで諦めない。頑張れ娘。やられた。た、よしよしよし。オッケー。ロンロンは？お、キタロウの背中か。そうだな、向こうとしてはキタロウを倒せば終わるもんな。落雷、うわー。98%。 くらえ魔法の雷。甘い甘い。嘘、かわした、これが主人公補正です。 98% かわした、すげえな鬼太郎。神だよ、神だけど、ちょっとねターン数が最後だからな、これ。あと1分で召喚の準備が完了する。ふふ、終わりだな。ほざいてろ、絶対ぶっ倒してるからな、この1ターンで。まずはこれだな、3500。みんな捨て身で頑張ろう、うん、お願いします。行け、敵ラウア。おしおしおし、1800、半分いったぞ。うわ、なんか強そうなのが来た。はずれ。オッケー、灰が効いたぞ、灰が。1600。誰かの霊でこう回復してあげれば1600なんていけるよな。だからリレーだな、リレー、回復リレー、久しぶりの回復リレーといこうかな。だから一旦もめで、だからイメージとしては一旦もめで回復して倒す。こいつが12000。
新人で精一杯やると。その作戦だな。もうしょうがない、最後まで一生懸命やろう。200奮発しといたよ。ありがとな。よし、攻撃2060フルパワージジイ。防御ジジイをなめんなよ。1692。押した押した、ありがとうありがとう、じいさん。よし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 、希望がつながった。あとちょいだ、あいつだ。そしてレベルアップ、新人鬼太郎猫娘砂掛けババアで行こうぜ。お、やった。うわ、なんかまた出てきた。誰、容器アップ、あ、ベリアルか。うお、よくもやってくれたな、ベリアル。もう魔法陣は作り出せないだろう、観念しろ。そうじゃ、これで悪魔の召喚もダメになったんじゃからの。ふん、甘いな。ん、何、召喚に必要な手順は済んだ、エネルギーは全て集まった、あとは時間さえかければわし一人で悪魔を呼び出すことができる。なんじゃと？ブエル、それにはどれぐらいかかるのだ？そうだな、あと5分もあればいけるぜ。それならブエル、それまでにお前を止めてみせるぞ。うん、いいだろう、かかってこい、来たろう。ただし急いだ方がいいぞ。どうなってんだ。うわ、増援って、何、どうなってんのこれ。うわ、なんか出てきた、また増援か。なんだあいつ、見たことないやつだな。お、ラグレシア、ラグレシア、南方の妖怪か。なんと、まあ、ラグレシアが出てきた。これまた妖魔大決戦以来だな。私も火星に来てやったよ。マジっすか。魔法陣を解除したと思ったらこれじゃキリがない。キタロウ、とにかく今はブエルを倒すことに集中するんじゃ。は、はい。おし、ずっと雨だよな。ちょっと待てよ、なんか目的変わった。16ターン目までに、いいんだよね、いいんだよな。おっしゃおっしゃ、なんか10ターン目までにこいつを倒さないといけないと思ってたから、なんかすげえ救われた気分。オッケー、あと数ターン猶予があるんであればいけるぞお前ら。うわ、もう一旦方面の真後ろに、これ絶対取られちゃうじゃん次背中。これ一旦方面死亡のお知らせだな。よし、とにかく、でこれは、ちょっと待って、悪魔ベリアル命中率213。うわ、すごい大きい竹も730とかやってくるわけ。ってことはやっべえよな、カタキラウアとか。爺様もやばいよな。誰かが行っちゃうな、これ。誰かが行ってしまう。せっかくみんなで生き抜こうと思ったのに。キタロウ、私たちの心配はいいんだよ。そうだぜキャプテン、俺は死にたくねえけどな。よし頑張ろう。
とにかくこれを倒せばいいんだよな。なんでそうだな、まあ霊力回復しねえとな、とりあえずは。かさばけ923。催眠攻撃、これが危ない。これをなんとかしよう。景気づけにも、景気づけの意味も含めてアニメありで。俺の目を見ろ。頑張れかさばけ、第2のエース。